デーブーデーブー百貫デーブー車にひかれてぺっちゃんこぺっちゃんこはせんべいせんべいは甘い甘いは砂糖砂糖は白い白いはうさぎうさぎは跳ねる跳ねるはカエルカエルは緑緑は葉っぱ葉っぱは痛い痛いは注射注射は怖い怖いはお化けお化けは消える消えるは電気電気は光る光るは親父のハゲ頭。まあ、動画彼に面白いって言われてネタを探してしまいました。ガッチャンです。この中で出てくる百貫デブっていうのはキログラムに直すとおよそ375キログラムです。だったら私は30貫デブだね。相変わらず体重計100キロ以上乗けれる体重計がないばかりか、住処まで追われてしまいました。今日からどこに帰ろうかな。そんなサバイバルな生活をしているガッチャンです。ロサンゼルスのカレンから届いた、XM3 を、飲み始めて3日目です。まあ、きっとね、一緒にそれなりのタンパク質も取ってるしそれなりの野菜も取ってるのでっていうことかもしれません。食べ物を半分にしてる。でも量は減ってるかもしれない。はい、意図的に半分にしたりはしませんが、まあ摂取量も摂取量なので大変たくさんおならが出ます。しかも臭い。そして今日は全般的に下痢ピーですね。昨日の夜からちょっとお腹の具合が悪い感じです。で今日も朝から XM3 を飲んで、水分を大量に飛んでってるんですが、今日はね、寒い、暖かいっちゃ暖かいんですけど体が慣れてきたのかな。なんか変化を考える方がちょっと大変になってきたかな。はい、そうなんですが、今日も明日も継続して飲んでいきたいと思います。体重の変化、体重計、それこそ100キロ以上の体重計が短いのないので体重計は測れてないんですが、気持ちの変化はありました。はい、私ね、体がでっかい30貫デブですけども、基本的に体重を減らしたいと思ってませんでした。はい、まあ、ご縁があって XM3 を飲んでるんですけども、結構過去にね30キロ40キロとかね30キロ言い過ぎだな、10キロ15キロを1ヶ月で落としたりとか、30キロ半年かけて落としたりとか、まあ、結構ストイックなダイエットが好きなんです。はい、なのでまあ皆さんのデータを見てると、まあ、XML ももうちょっとストイックにやったら1週間で結構ガッと結果が出るんじゃないかななんていうような感じを受けています。ただ全般的にここ2ヶ月ぐらい運動不足なので、あんまり無理して動きすぎないようにはしていますね。はい。そんなわけで、明日もまた何かネタを探して、動画を撮りたいと思いますね。皆さんも頑張ってください。ガッチャンでした。